ます。ということで今日なんですけれども、今日はじゃじゃん、真冬の寒いディズニー何着ていくということで、先週の土曜日と日曜日ディズニーシーとディズニーランドに行ってきたんですけれども、その2日間がもう急激に寒くなる2日間で、最高気温10度いかないし、最低気温が2度とか1度とかの、もう本当どうしたっていうぐらい急に寒くなったディズニーにちょうど行ってきたので、何を着ていったかと寒さの感じこうだったんですよっていうのをですね、冬休みに入るからこれからディズニー行く方も多いかと思うので、それを紹介していきたいと思います。ドドン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 、効果音ドドンってつく？ドドン使った。オスはドドンドンドン。ということで早速ね、まず気温が何度だったんだろう、今分かったりする？はい、まず初日は12月18日、先週の土曜日にインしました。金曜日までは確かね、そこまで金曜日と土曜日ってかなり温度の差があったんですけれども、金曜日が、はい、最高気温12度最低気温が6度だったんだけど、土曜日が最高気温7度最低気温が2度で、日曜日が最高気温10度最低気温が1度というパークでございました。ちなみに風速は分かんない。とにかく風が強かった。風速分かりました。そうね、メモじゃなかった。確か4だったっけ？4か。でも風速4って出てたらもう結構風強いよね。4はそこそこ。4ぐらいだったかもしれない。実際に着ていた服装がこちら、こっち合ってる？これこんな感じで、ダウンをね、これは去年買ったノースフェイスのダウン、これは去年も真冬これで過ごしたぐらい大丈夫なぐらいのダウンと、この下に今見えてるんでね、この紫と水色のボーダーのワンピースが、これはノースリーブの普通に、夏とかに着るノースリーブのワンピースなんですけれども、これをどうしても着たかったの。なぜならサリーのバケットハットを私かぶっていったんですけれども、サリーのカラーといったらこのワンピースを持って、そもそもこのワンピースを買う決め手が、サリーのバウンドする時このワンピース着ようと思って、多分 3,4 年前に買ってサリーのモンスターズインクをイメージした意識した服装をする時にしか着ないワンピースなんですけれども、これを着ようと思って、これはノースリーブのワンピースで、その下にちょっと薄手のなんていうんだろうな、タートルネックまではいかないけどこれぐらいのハイネックの薄手のニットに、もうダウン着るからいいかなと思って、ヒートテックは1枚極暖ヒートテックを1枚にこのダウンを着てました。で、見ての通りね、ちょっと膝が出るかな出ないかなぐらいのタケノコのワンピースにロングブーツを合わせて、足はねストッキングでした。タイツじゃなくてストッキング。おばさん頑張るよね、おばさん頑張るよねということでストッキングで行っておりました。結果的に言うと19時まではこの格好で全然平気でした。19時まではこの格好で全然大丈夫。これもね、私今これ写真を撮るから膝見えるように上げてるんですけれども、このワンピースね、何もしてないと多分ブーツとワンピースの境目なくなるぐらいの丈になるんですよ。だからそれがあるから、結果的に言うと日が暮れて風が強くなる19時ぐらいまではこの学校で全然大丈夫で、19時過ぎるとやっぱりね、上半身は全然大丈夫だったんですけど、やっぱり下半身に来ましたね。もうみんなこれ膝出し小僧はもう無理です若い子もいっぱい足出してる若い女の子はいらっしゃったんですけれども、もうちょっとおばちゃんに膝小僧は無理でございました。だからでも私はちょっと昼間は荷物になったんですけれども、頑張ってブランケット持って行ったんですよ。ミッキーのね、誕生日に出たおっきめのブランケット、どこ行ったっけな、洗濯したんだよ、あ、もうしまったんだ。ブランケットを持って行ったからなんとか耐えれたんですけれども、なのでベストとしては風が強い風速4メートル以上、結果的にね風速4メートル以上、最高気温も10度以下、7度ぐらいだったっけ、8度、さっき伝えたやつね7度で最低気温2度とかの場合には、もう足は絶対もうズボンかロングワンピースの下にヒートテック履いていただくと、冬場もちょっと風があっても全然大丈夫かなと思います。この全然大丈夫は自走するのでもまあいけるかなぐらいの全然大丈夫かなと、これぐらいの気温だったら思います。で2日目の服装はじゃじゃん、こんな感じ、感じでございますね。じゃーん、2日目はデニムを履きました。でももともと天気予報を見ていて、初日よりも2日目の方がちょっと暖かいし風がないっていうこと分かってたので、2日目はね、これ見ていただくと分かるようにちなみに北海道入りました、ごめんなさい、さっきね初日も19時前ぐらい、夜になったら北海道お腹と腰に張ってました。北海道は大事です、もう必要で、この日はちょっとはマシだということで、これダウンがノースリーブのダウン、今年って私がパークにいた時このロースリーブダウンを着るぐらいのちょうどいい気温がなかったんですよ。あったかい、例年よりあったかいなと思ってたら、もう次いた時にはもう冬じゃんってなって、ダウンなしのニットも楽しめなかったし、こういうノースリーブダウンも楽しめなかったしということだったけど、これめちゃくちゃ欲しくて買ったダウンだったから絶対着ていきたいと思って、これを無理やり着ていったんですけど、結果的に言うとこれで全然この日は大丈夫でございました。最高気温は 1,2 度ぐらいしか変わらないんですけれども、風がなかったので、私はこの日このミラオーエのノースリーブのダウン、結構薄めのダウンです。ノースフェイスに比べたら結構薄めのダウンに、1日目に比べたらちょっと厚めの普通の厚めのニット、今発売されているような普通のニットに、この日は通常ヒートテック、普通のヒートテックの上から極暖ヒートテックを着て、このニットを着て、ノースリーブダウンにデニムにロングブーツという格好でございました。でこの格好で全然一日中大丈夫だったんですけれども、唯一私はこの日ディズニーランドに行ったんですけれども、ディズニーランドといったらもうやっぱりエレクトリカルパレードをいい場所で見たいということで、なんとね2時間半ぐらい私は一歩も動かずに自走をしてたんですよ。トイレに行ったりしたんですけども、私は一歩も動かずに2時間半場所を死守しておりまして、その間はもう昨日も大活躍、昨日って今の昨日じゃない、その前日も大活躍したミッキーの誕生日に発売された結構大きめのブランケット、あれがもう大活躍しまして、それをね、でもね、なんだろう、こう覆いかぶさる形で羽織るわけではなく、腰から下に巻いてたらもう別にそれで眠れるぐらい、リラックスできるぐらいの風がなければ寒さでした。日曜日はもうほんと風がないおかげで、この格好でもブランケットなしで一日中動き回ってれば回れるかなっていう寒さでした。自走したいな、ちょっとパレードをいい場所で見たいから待ちたいなっていう方は、ぜひブランケットを持っていかれることをおすすめします。でちなみに2日目も北海道はお腹と腰に待ってる間から6時過ぎぐらいに張りました。6時ぐらいまでは北海道もなくてもこの格好で全然大丈夫。昼もそんなに暑すぎるっていうことはなかったので、この格好ぐらいで、私寒がりの方なんですけれども、普通のヒートテック、極暖ヒートテック、厚手のニットでちょっと薄手の、私はこの日ノースリーブのコートなので、ウールコートぐらいで大丈夫かなというぐらいの、風がなければ10度以下でも7、8度ぐらい最高気温あったら大丈夫かなという感じでございました。というのがこの土日、急に最低気温10度を下回った時にパークに着ていった服装なんですけれども、何か質問はありますか？年末行きます。年末だったら、年明けだとかだったらまださらに寒くなると思うので、そう、唯一ね、私が19日土日寒くてインした時に、これ唯一持っていけばよかったって思ったのは、足用のカイロがあったらさらに完璧だったなと思いました。それがあったらもう今のところ最低気温がもうマイナスにならないで、最高気温は5度以上で、そんなに風もないっていうことであれば、私はまあ寒がりの方なんですけれども、お腹と腰に北海道1枚ずつ、ヒートテック、できれば極暖ヒートテックで、厚手のニットで、ダウン、そうだな。で、私はバケハをかぶってたので、グッてかぶれば耳も隠れたからそんなに寒くなかったんですけれども、それにね、今マフラー、結構厚手のマフラーが流行ってるから、それマフラー巻いて耳もちょっと隠れるかなみたいなのをしてれば、耐えれる寒さだと思います。で寒さに強い旦那さんはヒートテック、裏肝じゃないスウェット、ダウンに夕方過ぎぐらい、夜からネックウォーマー、もう1枚着てる。半袖ね。そう、ヒートテックの分 T シャツ着て、そうスウェットが今までだったの。でも週末寒いからヒートテック、タンクトップ、T シャツ、スウェット重ねたね。薄手を重ねたね。だけどあんまりやっぱ変わらなくて、その2枚重ねてもやっぱ。じゃあ一番変わるのはネックウォーマーか。もうネックウォーマーないと耐えられないかもしれない。ネックウォーマーにフードかぶってたよね、自走してる時はね。やっぱり血が冷えると冷えるんだよね。そうだから太い血管があるところを温めると体が温まるので、やっぱ首周りは特にね、冷やしたくないかな。さっきお伝えした格好に、もうこれからさらに寒くなってきたらマフラー、私手袋をしてます。手袋で下もヒートテックかタイツ履いて、足先に北海道貼ってれば苦にならずに夜まで楽しめると思います。あとは一番はパーク動き回ってると寒さ耐えれますね。自走してなければね。そう。とりあえず大丈夫。パレード待ち、ショー待ちしないんであれば、ずっと動き回ってれば結構大丈夫です。あとは本当定期的にアトラクション乗ったりとか、お店の中に入ったりとか、レストランの中に入ったりすると結構はね、メンタル的に回復するね。うちらはもう寒くて我慢ならないで、あとトイレに行ったりとか、トイレめっちゃあったかいんですよだからもう耐えれないってなった時は一回そこでねはって一息ついて温まった方が、まあ出たらすごい寒さを感じるんだけれども、耐えれなくなったらそういう寒さのしのげるところもあるので、真冬寒さに弱い方は絶対ダウン着ていった方がいい。ダウンの中にインナーダウン着たりもします。私本当に真冬になると、ああいうノースフェイスとかの大きいダウンの中にユニクロのウルトラライトダウンを仕込んだりする。そうすれば結構大丈夫だから、やっぱり外ですからね。言うてもずっと外にいるってやばいよね。バッグにいる時ぐらいしかないよね。10時間以上外にいるって。そう考えたらもうここからは、今までちょっと前1ヶ月前ぐらいまでは昼暑いから着すぎなの要注意ですよって言ってたけど、ここからはやりすぎなぐらい寒さ対策して大丈夫だと思います。あとは荷物になるけれどもブランケットを持っていくことをおすすめします。あとは持って行ってなくてもパークでも売ってます。なんかね、持っていけばよかったなと思ったものがあって、はい、タンブラー、水筒、まあ、今年はまだやってないんですけど、熱い飲み物を入れて持ってってたの、今までの冬は。え、持ってたっけ？うん、知らなかった。コーヒーとかをね、チンして。そんなことしてた？うん、知らなかった。特に朝の地層とか寒いんで、私も言ってたもんね。お湯もらえないって。お湯飲みたい。まあ、パークでね、あったかい飲み物もちろん売ってるんですけど、昨日イーパレの地蔵をねしてる時に自販機でホットのお茶をね、すぐ冷めちゃう1本買ってまあ半分ぐらい飲んで。でうとうとして、ね、1時間ぐらいちょっと寝てたんですよね。皆さんおやすみなさい、ありがとうございます。で1時間後起きて飲もうと思ったらもう冷たいお茶になってて、やっぱりねすぐ冷えちゃうので、冷たい飲み物になっちゃうから、やっぱ保温性のあるもの、容器に詰め替えもできるしね、パークで。そうだよね、あったらね。そうそう、ショーとかパレードを長い時間待とうとすると道路が冷たいんで、私はねそのミッキーの誕生日に発売されたブランケットがなんだ、袋付きベロアっぽい袋付きだったので、袋をお尻に敷いてブランケットを上からかけてたから大丈夫だったんだけど、旦那さんはすっごい冷たいって言ってた。だからそう、お尻のなんかね、そういう椅子だったりとか、あとはパークで売ってる折りたためるクッションとかあるといいですよね。ということでございましたが、何か服装だったり寒さ対策について質問はありますでしょうか。ちょっと11時10分までチャットで質問を見た後に、この後いただいたものの一部をまずは紹介していきたいと思います。ちょっとは皆さんの役に立ってるといいんだけど、伝えたかったことはもう本当に寒いってこと。北海道は絶対に持っていった方がいいのと、絶対にヒートテックは着ていってほしいのと、手袋も絶対必須だよね。必須。手袋、マフラー。私は次のインの時とかはもう耳当て持っていきたいなって思うぐらい。可愛い耳当て出ないかな、パークで。何年か前まではさ、このミッキーシェイプの形の耳当てとかあったの、買えばよかった。おすすめのホットドリンク、私飲めるものが限られてて、お茶系が飲めないんですよ。カテキンで気持ち悪くなっちゃうから。だからホットココアか、飲むとしてもホットコーヒー。でも去年さ、ホットココア飲みたいって、ホットココア売られてるところ限られてるんです。多分ラウンドだとリフレッシュメントコーナー、C だと前はリフレスコスとかすごい限られてて、ホットココア飲みたいって言ったけど300円以上するからもったいないからって、自販機のホットドリンク飲みなよって言われてた300円ぐらいするの、ホットココア飲みたいよね。でもさ、お湯もらえるんだったらさ、ホットココアのスティック持ってったら最高じゃない？水筒とスティック、それいいかも。耳当てして帽子かぶったら変ですかね。全然帽子の上に耳当てだったら変じゃないと思う。だって帽子に耳当てついてるやつ今結構発売されてるし、もう写真撮るときにとかしたりする時に取ればいいし、それ以外は体が一番大事だから、それを寒さを優先させた方がいいと思う。パークのココアってなんであんなに美味しいんでしょうかね。絶対甘いよね。普段のものより甘い気がする。1月3回もインするのに寒い、嫌だな。でも寒いと、寒くて一番いい、冬の一番いいのは空気が澄んでるから、すごい写真撮ったりするとき綺麗に撮れる。それいいとこだよね、冬のね。明日 C に行く準備しながら聞いてます。もう北海道4枚ぐらい持って行って、足用も持ってるんだったら持って行って、ヒートテック着てってくださいね。ということで、じゃあ次の時間から。5 AM and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there.